アサマ。アサマは、大日本帝国海軍に所属した、装甲巡洋艦、一等巡洋艦。日本海軍の法令上は、旧自体のアサ艦だが、本記事では、アサマとする。アサマ型装甲巡洋艦のネームシップ。旧式化に伴い、1921年、大正10年9月1日付で、解剖艦に類別変更された。艦名は、 群馬県と長野県の境にある浅間山にちなんで名付けられた。この名を持つ日本海軍の艦船としては、明治初期のコルベット艦、浅間に続いて2隻目。イギリスのアームストロングホイットアース社が売却用に見込み生産していたものを購入。起航は1896年、明治29年10月20日。1897年、明治30年10月18日。 イギリスで、建造の第3号一等巡洋艦は、浅間、第4号一等巡洋艦は、常磐と命名された。10月21日、軍艦浅間は、横須賀陳寿府所管と定められる。1898年、明治31年3月21日、海軍軍艦及び水雷艇類別標準を制定。本艦以下4隻、浅間、常磐、約も、 アズマが一等巡洋艦に類別される。3月22日、浅間は浸水。1899年、明治32年3月18日、春光、領収。翌19日に出港し、5月17日に、横須賀に到着した。1900年、明治33年8月には、義和団の乱で出撃した。また、1902年、 明治35年6月、イギリスへ派遣されてエドワード七世大館、記念観館,館式に参加した。なお、本館はたびたび明治天皇のお召し館として、観館,館式に臨んだ。1903年、明治36年4月、神戸沖で挙行された大演習観館式でお召し館となった。12月28日、常備艦隊が解体され、戦艦を中心とする。 1> 第1艦隊、司令長官、東郷平八郎海軍中将、機関、戦艦、三笠と巡洋艦が主体の第2艦隊、司令長官、上村彦之城海軍中将、機関、総甲巡洋艦出雲が設置される。第1、第2艦隊で連合艦隊、司令長官、東郷中将を構成した。浅間は、第二艦隊霊下の第二戦隊、装甲巡洋艦、 出雲、岩手、東、八マ、ヤ常磐、浅間、マ、通報パ千早に配属される。日露戦争では他の戦隊に臨時編入されることが多かった。二川沖海戦では第四戦隊に編入され主力として活躍。第三戦隊に編入されていた航海海戦では燃料補給中だったために戦場への到着が遅れてほとんど参加できなかった。 1905年、明治38年5月27日から28日の日本海海戦においては、第二戦隊として参加。戦闘初期に、被弾の影響で火事が故障し、落語して集中放火を浴びたが、致命的な損傷は免れた。三笠爆沈後の同年10月23日、外戦艦官式でお召し艦を務める。その後、練習艦隊として、 海軍兵学校卒業後の小位候補生の公開任務にも用いられた。第一次世界大戦では太平洋のドイツ領の攻略に参加した。ドイツ東洋艦隊による通商破壊に備えて巡洋艦イズモ、戦艦肥前に加えてイギリス、カナダ、オーストラリア艦と共同で北アメリカ西岸における紹介に当たった。1914年。 大正3年12月31日に、メキシコカリフォルニア半島西岸のマグダレナ湾において、海図に、記載のなかった暗礁に乗り上げ座礁した。航行不能となった浅間に対して、巡洋艦地とせ、工作艦、関東、補給船が日本から派遣され、関東によりサルベージされ、横須賀に戻った。事故の報を受けたアメリカ海軍は、法艦、ラレート、巡洋艦、 カリフォルニアをサンディエゴから調査のために派遣した。両艦は、浅間に対して中立に違反しない範囲での協力、援助を申し出、浅間艦長も、米海軍は、行為上来航したることに、いもなくと報告している。ところが4月になり、アメリカのロサンゼルスタイムズは、湾内に停泊する、出雲、常磐、千歳、浅間、補給艦、栄艦の写真を付して、 日本は故意に浅間を座礁させた。嫌いで湾を封鎖し4000人の水兵を用いて陸上に基地を建設しつつある。アメリカを攻撃する意図があるのではないかとの戦場的な記事を掲載した。再度派遣された米韓ニューオーリンズ艦長は浅間艦長と形式的な会談を行った後に帰国し、浅間の座礁は単なる事故であり、嫌いや 基地建設の風文はすべて誤りであると断言した。ところが、ハースト系のイエローペーパーやドイツ系新聞は問題を煽り続けた。当時メキシコにおいて発生していた内乱、アメリカ西海岸における排日感情のほかにドイツによる日米理官の情報工作が背景にあるとみられる。1921年、大正10年9月1日、一等解剖官に 種別変更された。1935年、昭和10年10月14日、未明、大阪湾から、呉れ軍港へ移動中に、広島湾、倉橋島南端で座礁。白石島台より、距離約300メートル地点。当時、浅間に上官していた、吉田敏夫中尉によれば、当直将校、浅間公会長、佐藤術将佐、浅間乗組、中島千隆大尉。 中野忠雄単位の過失であったという。艦の中央部が岩礁に乗り上げて船体が折れそうになり、砲塔を機銃機船で撤去して、救難作業が行われた。10月19日、号到着。この流骨損傷や、経年による老朽化などにより1942年、昭和17年月1日、帝国軍艦籍から削除され、練習特務艦となった。 クレチンジュフ席。主砲、副砲を撤去し、主砲等後に校舎を備え付けた。アサマは、第二次世界大戦を生き延び、1945年、昭和20年11月30日に除籍。アメリカ占領下の1947年、日立造船員の島工場で、解体処分された。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。